平面図、サランタコロネスは、キプロスパホスのカトパホス地区にある、城西跡。パホス港の北に位置し、現在のパホス考古学公園内にある。日本語やアルファベットで、サランダコロネスと表記されることもあるが、ギリシア語を単純に転記した表記は、記事名のサランタコロネスである。サランタコロネスとは、40本の柱という意味であり、かつてのアゴラートから持ち込まれて、 城塞の建築に使われた花崗岩の円柱のことを指している。サランタコロネス城はビサンティン時代の7世紀末に港とネアパホスの市街地をアラブの脅威から守るために建てられた。四隅に大きな塔を持ち、その間を厚さ3メートルの壁で囲った方形の城で、四辺の外周壁の中間には小さめの塔も建てられていた。 城塞の周囲は堀が巡らされており、城へ渡る木造の橋があったと考えられている。外周壁で囲まれた土地に、さらに一辺35メートルの正方形の内周壁が築かれ、これにも四隅の塔が作られていた。内周壁の入り口は、東側の馬底形の塔であった。サランタコロネス城は1222年の地震で、倒壊し、打ち捨てられ、約500メートル南に位置する。 パフォース校の突端にパフォース城が新たに作られた。サランタコロネス城は現在は廃墟である。ありがとうございます。